パート3の後編でございます。すいません、4部作になってしまいました。どこまで行ったかな。大手の建築会社に仕事を頼んだりもってのほか、原発推進、議員を見つけ出し、東電に対しては徹底的にノーを突きつけましょうとありますけども、東電にノーなのか原発にノーなのかってことをちょっとここはね詳しく知りたいですよね。東京電力が原発を全くやってなくって東電という存在、それでもノーなのか、それとも原発をやっていたら東電以外のところがね原発をやっていったらそこはいいですよってことなのかな。東電がダメなんですかね。東電に対しては徹底的なノーを突きつけるといっても、東電でもですねいろんな部署があって、総務とか会計とかお掃除の係とかね、社員教育とか人事もあるわけなんですけども、全部ダメなのかなと思っちゃいますよね。だから一部原発だけは良くないよっていうことじゃなくて、東電がとにかくダメっていう風な意見にはちょっと同意はできませんけども、私の個人的なねこれ気持ちとしては、原発に代わるものがあるんだったらそっちを使うに越したことはないと思うんですけども、現在我々の生活レベルを維持するためにこの原子力発電所がどうしても必要だってことが分かれば、それは今の時点でそれを使うしかないのかなと思いますよね。で、原発の事故って確かに悲惨なんですけども、事故を起こしながら事故が起きないように進化していくっていうその可能性に欠ける人もいるってことはね、私は、容認しなければならないかなと思います。どっちにしてももう始まってしまったものなんで、なかったことにするってことはできないわけですよ。事故も起きてますしね。そうなるとこれからは好む好まれずに関わらず、原子力に対しての研究者っていうのはもっともっと必要になるんですよ。作業員はもっともっといるんですよ。ってことはこれが原発推進っていうのにイコールにされたらどうなるのかなってことを考えたら、ちょっとね背筋が寒くなる思いがするんですけども、皆さんいかがですかね。はい、次。全部できなくても8割や9割に届くだけでだいぶ違うものです。うん、そうですね。今までずっと言うね申し上げてきたこと、全部やるとは言わないけども、その8割9割も無理だと思いますけども、わずかでもちょっとでもね手を伸ばすことでだいぶ違うものだということでね、私たちにこう救いを示してくださってます。基本中の基本は外資や大企業できるだけ使わないということですけども、これはねもう一回私ね思いますけども、外資っていうのは具体的にどこが外資なのかってことがちょっと明確になってないんですよ。うん、イタリアも外資なんですかね。メキシコも外資なんですかね。ブラジルも外資なんでしょうか。うん、アメリカと中国っていうふうにいうこの2大外資をね指していってるのか、ちょっとここはね外資って言ったら全部国産でやれってことになっちゃうのかな。これは無理なんですよ。エネルギーが国産がないんでね、ガソリンも国産がないんですよね。石油も国産がないんですよ。そうなった時にちょっとこのロジックは、壊れちゃうのかなと思いますんで、ちょっとねまた新しい情報をいただきたいかなと思います。私のね理解が足りないんで、宇都宮医師の真意がねつかみかんでてるだけですから、だからねこれはね宇都宮医師を批判してるもんではありませんからね、誤解しないでくださいね。宇都宮医師が言われてることを私がね知識レベルが低いんでつかめてないってことを今正直にお話しているところでございます。外資や大企業から買わなくても良い商品は5万とあり、うん、中小企業のものの方が明らかに安全かつ健康的です。うん、こんなことは商法の商法に過ぎません。でも日本人の半分がやれば日本は多分ひっくり返るんでしょう。ちょっとねこの宇都宮医師が多分このメールか文章を書いたと思いますけども、じゃあ外資から買わなくてもいいっていうんだったら、このね何で書いてるか分かりません。 Mac を使ってないってことか Windows を使ってないってことになっちゃうんですよ。これはどうでしょうかね宇都宮氏。外資や大企業から買わなくてももしいいとしたら、このパソコンの文章はどうやって打ったんですかって根本のところ私は聞きたい。メイドインジャパンのパソコンでメイドインジャパンの OS でやったんだったら、あさすが宇都宮氏になるんですけど、ここはちょっとね宇都宮氏私から質問です。もしね分かるようだったら誰か教えてください。この文章は Mac も使わずに Windows も使わずに書いた文章なんでしょうか。外資や大企業から買わなくても良いって書いてますから、もちろん使ってないと私は期待します。この1点だけでもここまで書いといて、この宇都宮氏がね Mac や Windows みたいな外資を使ってるんだとしたら、何やってんだって話になっちゃいますんでね、ここはちょっとね国産のものを使ってるというふうに答えていただくと、私はすごく宇都宮氏が大好きで宇都宮氏の信者になりそうです。はい、中小企業のものの方が明らかに安全かつ健康的です。はい、これは正しいと思います。なぜなら大企業っていうのは下請けに回して商品作ってサービスを充実させてますよね。下請けっていうのは中小企業なんですよ。だから下請け会社が作ってるものを大企業のブランドで私たちが買ってるんで、別にね大企業が作ってるわけではないと私は考えてますので、大企業から買わなくても良いものはたくさんあり、
中小企業のものの方が明らかに安全かつ健康的です。これは私はそういう意味ではその通りだと思います。こんなことは商法の商法に過ぎません。はい、商法の商法でも私は理解できておりません。もっとね、いろいろとご教示いただきたいと思います。でも日本人の半分がやれば日本は多分ひっくり返るでしょう。やらないから今こうなっているだけなんです。ちょっと私の勝手な意見ですけども、私とても毎日ね幸せに暮らしていただけてるんですよ。本当に嬉しい毎日です。もったいないぐらいです。自分がこんな暮らしできていいのかなと思います。だから日本ひっくり返らない方がいいかなと思いますし、やらないから今こうなっているだけだって言いますけども、私もこの程度でもう十分だと思うんですよ。あとは他の人が少しでもね、一人でも多く自由でね豊かになってくれればいいなと思いますんで、そのお手伝いしようかと思いますんで、なんですか、日本人の多くの人がねやることをやってないとまでは私は思えないんですね。ここもだから宇都宮医師とちょっと意見が一致しなくて、確かに宇都宮医師ほどの活動ができる人はすごく少ないと思います。多分宇都宮医師ぐらいにできる人ってのは限られた少数なんでしょう。みんなはそこまでできてないと思うんですよ。でもその人たちがやらないから今ね日本がこんなだらしない状態になってるんだっていうふうに、はっきり言ってちょっとね宇都宮医師には失礼かもしれませんけど、俺はちゃんとやってるのにお前らがだらしないから今こんな世の中になってんだよっていうふうに最後叱ってるんだとしたら、ちょっとこれは言い過ぎかなと、そこまで怒らないでくださいとお願いしたいなと思いますけども、いかがでしょうか。はい、長い文章になりましたけども、特にね私の理解力が乏しいだけでですね、宇都宮医師がなんか変なこと言ってるよっていうふうなことではないですからね。で私の理解が乏しいんで、これから私がねいろいろと学んでいったら、あの時はこういう意味だったんだ、すいませんでしたってなると思います。はい、これからもね自分の分かってないところと分かっているところと分けながらね、感情論に流されずに、もう分からないところはすいません分かりませんと、私はこういう勘違いをしていますけども、どういうふうに修正したらいいんでしょうかっていうふうなね、こういうふうな強い自己否定論とともに、こういうふうなねありがたいメッセージを一つ一つ咀嚼していきたいと思います。それでは今回送っていただきましてありがとうございました。これからもねこういうのをどんどん送っていただきましたら、時にこうやって動画でね、私批判なんかお前久保何言ってんだみたいなね批判を恐れずに、私の知識と見解の乏しさを晒しながらこうやって解説というかね、お話していこうかと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日はありがとうございました。